イテム番号 SCP-540JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-540JP。 A はサイト、8181の標準人型収容棒に、絵にて生命維持下で留置されており、担任医療班による治療、研究が行われています。SCP-540JP にはスクラントン現実病を一機設置し、一定の空間ヒューム濃度を維持してください。SCP-540JP は現在カバーストーリー、補修工事、によって封鎖されています。説明 SCP-540JP は、県、市の、小学校の5、3教室です。SCP-540JP は SCP-540JP、A 回収時からクラス E 現実性希薄領域に指定されており、観測される空間ヒューム濃度は 0.986-0.982HM です。いつ頃からこの現実性異常が発生していたのかはわかっていません。SCP-540JP、A は SCP-540JP にて発生、発見された人型異常存在です。全長はおよそ160センチメートルで、頭部の形状を除いて標準的な男性の体格を有しています。SCP-540JP、A の両耳や両目などの部位は肉眼では視認が困難なほどに小さく、聴力と視力は非常に乏しいと見られています。口や鼻も同様で、明らかな呼吸不全をきたしています。発声は可能なようですが、不定期的に、ボボボ、ボボボボ、などと発語するのみで、こちらの問いかけに反応することはありませんでした。コミュニケーションの試みはいずれも失敗に終わっており、知性の有無ははっきりしていません。SCP-540JP、A は一見すると、補定をかぶっているかのように見える円柱型の頭部を有します。頭皮は異常に厚く、ゴワゴワとしていますが、種元の皮膚は弾力性に乏しく、大きなシワが集中しています。発見時の SCP-540JP、A は一切文字が書かれていない文庫本サイズの無印主張を一冊所持しており、これを閲読しているかのような振る舞いを見せていました。この手帳から異常性は検出されていません。SCP-540JP、A の個体ヒューム値には、現実改変効果の痕跡とおぼしき若干の変動性が見られます。加えて、SCP-540JP、A は、回収のために SCP-540JP 圏外へ運び出した際に、その肉体的構造から本来生じるはずの複数の身体障害を突如発生させ、瀕死状態に陥りました。これは、動作原理を理解されずに現実改変によって生み出された物体によく見られる動作不全と類似した現象であると評価されています。以上の要因から、SCP-540JP、A が現実改変によって生み出された、もしくは現実改変によって何かが変異したものである公算は大きいと考えられています。SCP-540JP、A は主に、小学校内で流行していた都市伝説に言及される存在、ボボボさん、と酷似した外見、性質を保有していることが判明しています。詳細は文書 540JP、インタビューログへ、10を参照してください。540JP、初期回収の発端は、小学校からの、ケンジ君がんぼぼぼさんになってしまった、といった旨の通報でした。現場の児童らからは、昼休みの時間帯にその教室の生徒であるカナダケンジ君が突如 SCP-540JP、A に変異した、という内容の証言が多く得られました。回収時に SCP-540JP、A が着用していた衣服はカナダケンジ君が所有していた運動着であり、SCP-540JP、A から採取された DNA は、カナダケンジ君のそれと同一のものでした。初期調査の段階では、何者かの現実改変によってカナダケンジ君が SCP-540JP、A に変異した可能性が指摘されました。しかし、SCP-540JP のようなクラス E 現実性希薄領域では正常な人間の表層意識が介入したとしても、そのような顕著な現実改変やアノマリーが誘発されることは本来あり得ません。SCP-540JP にて一人の人間を SCP-540JP、A に変化させるのに必要とされる改変強度は 4.0 以上で、要求される個体ヒューム値は 1.7 と推測されました。しかし、小学校に所属する者の中で、その条件に当てはまる人間は発見されませんでした。SCP-540JP、A が現実改変によって生み出されたことは明らかとされていますが、その発生に至るまでの詳細については未だ不明瞭なままです。
追記2000年、月、日 SCP-540-JP-A の起源について有力と支持される説が発表されました。詳細は文書 540-JP 第2回調査報告会記録を参照してください。文書 540-JP インタビューログへ、10。本インタビューは、都市伝説である、ボボボさんの詳細と、SCP-540-JP-A 発生時の状況について聞き出すことを目的として行われたものです。日付2000年、月、日。対象、SCP-540-JP-A 発生時、現場にいた女児括弧閉じ。インタビュアーは角和博士。記録開始。若くは博士、ボボボさん、についてお話しいただけますか？はい。私も小学校で今年の初めぐらいから流行ってた都市伝説です。ボボボさんは、学校に住む、妖怪やお化けみたいなもので、あ、神様かもしれないよっていう人もいました。大きい頭に袋をかぶっていて、その素顔を見た人はいないそうです。言葉がわからないので、ボボボ。としか喋れないって聞きました。それで、いつも文字が書かれていない本を読んでばかりいて、その本には絶対に触っちゃダメなんです。若くは博士なぜですか？その人が新しい、ボボボさん、になっちゃうからです。若くは博士どのようにして、ボボボさん、になるのですか？本に触っちゃった人は、まず、ボボボさんの真似をして本を読むようになってしまうんです。学校でも家でも暇さえあれば本を読む人になっちゃうんです。それで時間が経つと新しい完璧なボボボさんに変身するんです。だから本を読んでばっかりいる子はボボボさんなんじゃないかってみんなに言われたりしたんです。若くは博士本を読み始めるようになってから、どれくらいの時間が経って、ボボボさん、になるのですか？ごめんなさい。わかりません。でも、多分、3日くらいだと私は思います。ケンちゃんがそうだったから。若くは博士ケンちゃんとは、あなたのクラスメイトであるカナダケンジ君のことですね。皆さんは月、日の昼休みに、カナダケンジ君が、ボボボさん、に突如変異したと話していますね。そのことについて詳しくお話しいただけますか？少し間が空く、はい。ケンちゃんは、ボボボさん、になる3日前ぐらいに、何も書いていない本を持って、ボボボさんから本を奪ってやった、ってみんなに話していました。みんなは、ボボボさん、になるのが嫌だったから、それに触ったりはしなかったんですが、ケンちゃんはただの都市伝説だって言って平気な顔をしていました。ケンちゃんの様子がおかしくなったのは、その次の日からでした。ケンちゃんはいつも外で遊ぶような人だったのに、その日はなぜか教室で本を読んでいました。それも、あの何も書いてない本をです。みんなのことも無視するし、顔はぼーっとしてて、いつもと違う感じがして怖かったです。クラスのみんなと私は、すぐにケンちゃんが、ボボボさん、の呪いにかかったんだと思いました。その噂はすぐに学校中に広まって、その2日後の昼休みには5年生の人たちが私たちの教室にいっぱい集まってケンちゃんを見に来ました。ケンちゃんが、ボボボさん、になったのはその時でした。ケンちゃんの体がボコボコと変形し始めて、そして、ボボボさん、になっちゃったんです。若くは博士なるほど、よくわかりました。質問は以上ですが、他に話したいことがあれば。少し間が空く、ケンちゃんを元に戻すことはできますか？若くは博士それはまだわかりません。お願いします。ケンちゃんはクラスみんなの友達で、みんなものすごく心配してるんです。お願いします。ケンちゃんを治してください。みんなも、私も、ボボボさんの呪いが怖くてケンちゃんを遠ざけていたんです。入廷し始める、本当はケンちゃんを助けなきゃいけなかったのに。だから、みんな、後悔してるんです。
私 SCP-540-JP、ノロロさんたちにできることがあれば、何でもやります。なので、お願いします。若くは博士金田健二君の身に起きたことは、あなたたちの責任ではないと思いますよ。皆さんのお悩みが一刻も早く解消されるよう、我々も努力しましょう。今日は本当にありがとうございました。記録終了。報告、ボボボさん、に関する情報を可能な限り収集しましたが、そのルーツや根拠については未だ曖昧なままです。都市伝説上の、ボボボさん、と SCP-540-JP-A を比すると、いくつかの相違が見られます。SCP-540-JP-A が所持していた手帳に触れても、その被験者が SCP-540-JP-A に変異したりはしません。袋をかぶっているのではなく、袋をかぶったような見た目であるという点を除いて、外見の特徴はほぼ一致していました。SCP-540-JP-A は何者かの不完全な現実改変によって生み出された、ボボボさん謎ら液、であるようです。必要な証言は得られました。記憶処理班の派遣を要請します。若くは博士。文書 540JP 第2回調査報告会記録、抜粋括弧閉じ日付19。第2回調査報告会は SCP-540JP-A の起源調査に大きく貢献したと評価されています。全文はサイト、8181中央資料室に保管されています。本報告会には特別アドバイザーとして現実性異常対応部門から月橋博士が招かれていました。以下は月橋博士による調査報告の内容です。月橋博士 SCP-540-JP-A は、現実改変によって金田健二君が変異したものであると見て間違いないでしょう。そのプロセスが他のこういった事象と比して極めて特殊なものであるため、起源調査が難航してしまっているのです。月橋博士私の推測を交えて、ことの成り行きを初めから説明しましょう。すべては金田健二君のいたずらが起点です。ケンジ君は学校で今一番流行っている都市伝説、ボボボさん、に触発され、これを利用してクラスメイトを脅かしてやろうと企んだ。お小遣いで買い揃えた無印手帳をボボボさんから奪った本だと皆に見せびらかし、自分がボボボさんの呪いにかかったふりをした。月橋博士ケンジ君は日に日に自分に注目する人たちが増えていくのが楽しくてしょうがなかったのでしょう。ケンジ君の3日間にわたる演技は、クラスメイト全員をすっかり騙し、しまいには学級中の人たちが集まるちょっとした騒ぎにまで発展した。ケンジ君は満足したことでしょう。少し間が空く、しかし、ここで誰にも予想できない悲劇が起きてしまったのです。月橋博士現実性希薄領域に大勢の人が集中した、これが良くなかったんです。人の表層意識は、現実改変のトリガーを引く力になってしまう。研究員 SCP-540-JP はクラス E の現実性希薄領域です。そのような顕著な現実改変はありえません。博士もご存知でしょう。月橋博士 A。しかし、それには例外が存在しますよね。その領域内にいる人間が、高い個体ヒューム値を保有していたというケースです。そういう人は生まれつき現実改変のトリガーを引く力が強いため、そのトリガーが緩んでしまう領域では、常人以上に現実改変を引き起こしやすい。研究員現場にいた技能の中に、その、例外、が存在していたのでしょうか。月橋博士現場のエージェントらの調査報告書によれば、存在していなかったようです。すべての児童が正常値の個体ヒューム値、1.01 から 1.00HM を有していました。研究員ではなぜ？月橋博士簡単です。単体では弱い力も、集まれば強い力になり得る。現場には50以上の表層意識が集まっていたようです。それらを統合すれば、十分な改変強度が得られるのではないでしょうか。研究員複数の表層意識による改変強度を単純な足し算のように加算することはできないはずです。月橋博士そこで、ボボボさん、です。複数の人間が発揮する改変強度が、それぞれ独立した力として存在しているのは、その根源たる表層意識が全く異なるものだからです。犬になれ、という意識と、猫になれ、という意識から生じる改変が、同じものではないということを鑑みれば当然です。ですが、その表層意識群が全て同じものであったならどうでしょう。
口は氏博士今回は、ボボボさん、という明白なイメージを学校中の生徒が都市伝説という形で共有していた。非常に類似性の高い50以上の表層意識が、SCP-540JP という現実性希薄領域で、カナダケンジ君という一つの対象に集中してしまい、一つの現実改変が起こってしまった。少し間が空く、非常に稀な集団による現実改変が行われてしまったのです。というのが私の推測です。若くは博士今回の現実改変は彼のクラスメイトらによるものだった、ということですね。土橋博士へ。研究員集団による現実改変の前例はあるんでしょうか。土橋博士明確にこれという事例は確認されていません。部門内の一部では、あり得るんじゃなかろうか、ぐらいの認識はありましたが、現実性異常に関わる実験は危険かつ大掛かりなもので、ただの思いつきに立証実験は許可されてきませんでした。SCP-540JP、A の起源調査を契機に、立証実験をぜひそちらからも進めていただきたい。追記一本報告会後、若くは博士の指示により、小学校近隣の住民、主に、小学校に通うすべての児童に対する記憶処理が実施されました。現在、カナダケンジ君はカバーストーリー、急性心不全、により、公的には死亡しています。不測の事態のため、都市伝説、ボボボさん、に関する記憶にも処理が行われました。追記に SCP-540JP にて、土橋博士の指揮の下、現実性異常対応部門による幾度かの実験が実施されました。いずれの実験でも、集団による現実改変の実現性を示す結果が得られました。この結果を受けて、若くは博士及び 540JP 異常研究班は、SCP-540JP A が、集団による現実改変によって生み出されたものであると結論付け。SCP-540JP A のアノーマラスクラスへの再分類を提案しました。SCP-540JP が今までサイップ分類を受けていたのは、その中で発生した SCP-540JP A の起源について不明瞭であったためです。SCP-540JP A が集団による現実改変という非常に稀有な現象によって生み出された存在だと判明した現在。SCP-540JP はただのありふれたクラス E 現実性希薄領域に過ぎません。若くは博士。本提案は現在日本市部理事会の承認待ちです。追記3時後状況調査のために現地に派遣されたエージェントらによって、小学校の児童の間で内容が共通した都市伝説、ボボボさんが再び流行していることが判明しました。前回のものと比すると、廊下を一人で歩いていると、ボボボという声が聞こえる、夜の教室で本を読んでいる、などの要素が追加されています。そのルーツに関しては、すべての証言者が一様に、他人から聞いた、と供述しています。記憶処理に何かしらの不備があったのか、何もないところから再び同じ交渉が発生したのかははっきりしておらず、現在調査が行われています。本調査が終了となるまで、SCP-540JP のアノーマラスクラスへの再分類の承認は先送りされます。ボボボン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 ボボボドドドン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 ドドドドドドン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 ドドドドドドン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 ド